本日は20年に一度の大雪ということで外出を控えなさいという日だったのですが、今日は水戸駅のエクセル6階でフラワーバレンタインというイベントがありました。これの撮影に行ってきました。水戸の流れとあとフラッシュモブという龍馬さん、バイオニストの龍馬さんが弾いたらいつの間にか周りにメンバーがいるみたいな、そういうオーケストラサプライズの演奏があるという撮影でした。でこれをいっぱいもらいました。皆さんも、お花屋さんに気軽に行ってお花を大切な人にプレゼントしてみてください。今から常陸太田に撮影行って、まあ